6月、世田谷区でトリムの集いが開かれました。会場には区内からおよそ2300人が集まりました。健康に関心を持つ人たちの間で親しまれてきたのがトリム体操です。トリム体操が積極的に取り入れているのがリズムです。楽しく体を動かすことで気分がほぐれ、愉快な気持ちになれます。健康維持や体力増進だけでなく、世代を超えたつながりが作れるのもトリム体操の楽しみです。そうですね、元気でいるのはやっててよかったっていうことではないかと。帰りは体が軽くなります。すごく体にはいいと思います。生活にリズムができるし、毎週行こうっていうあるとね、いいですよね。筋肉がついてきたんじゃないかと思って腰が痛かったんですけど、それは治りました。さんから100歳って言われて、あら100年生きたのかしらと思ったくらいですから、やっぱり病気をしないことですね。それから体が軽く動くことですね。トリム体操の中心となるのが指導員です。下に下ろしておいても結構です。無理のないように行ってください。参加者の年齢や健康状態を見ながら日常生活のアドバイスを行います。いろんなところで健康づくりの中で、言われてますが、50年前からということに非常に誇りを持っております。今話題のあと、ストレッチング、あとウォーキングの有酸素運動、この3つが私たちこの世田谷健康体操連盟の、大事な3要素です。体操って体操だけじゃなくて、集まってお仲間で触れ合いができて、本当にお友達作り、仲間作りができるというのがもう一つのメリットなんですよね。世田谷区健康体操連盟が取り入れているトリム体操は、ご覧いただいたように決して無理をしないで楽しく健康を維持する体操で、気軽に始められ、何歳になっても続けられるのが特徴です。世田谷区内には約70の活動グループがあり、それぞれの開催場所で専門の指導員が丁寧にご指導してくれます。世田谷区の皆様の健康長寿社会をサポートする世田谷区健康体操連盟の活動にぜひご参加ください。